カンカン太郎12月12日から1994年3月22日は日本の俳優。本名同じ。愛称は菅カン秋田県湯沢市出身。秋田県立湯沢高等学校卒業、中央大学中退。劇団俳優座出身。田村企画を経て東映俳優センターに所属していた。高校を卒業後、中央大学に進むが中退し。 1957年に俳優座養成所に第9期生として入所する。1960年に座員となり、設置案の前任で初舞台を踏む。1971年に菅高幸作の反乱競争局上演を禁じた俳優座幹部と対立、市原悦子、中村敦夫、を原田義浦と共に俳優座劇場で江戸作の造反公演劇団を行い、 対談した。劇団在籍中から映画やテレビドラマにも出演。独特のオーバーリアクションと病的な異常性を秘めた表情の演技で強烈な印象を残した。主な映画出演作は、霧丸霧隠れ、13人の四角、幕末残酷物語、田園にしなど。寺山修司監督の田園にシス』は唯一の主演作。工藤栄一監督、 13人の資格で演じた松平人師匠役は、告白な馬鹿殿様を熱演し、以降時代劇で同様の役を演じる当たり役となった。その後10年を経てなおも類似の出演依頼が続き、演技指導では松平人師匠役みたいにと同様の演技を求める制作や演出家の技量に対して、勘は演技者の立場から批判している。 1964年の新聞インタビューでは、東映の時代劇に出演するきっかけは、当時の俳優座の経営が厳しかったこともあり、上層部の命令で出演することになったと答えており、俳優座のリーダー格だった仙台コレアを目標の俳優に挙げている。テレビドラマでは、水戸黄門や必殺シリーズ、暴れん坊将軍など、多数の時代劇や刑事ドラマにゲスト出演し、 主に悪役として活躍した。善人役を演じるときは、普段の悪役のイメージを逆手に取り、悪役風に姿を現し、終盤で、実は善人だったという役は、予定調和型ストーリー展開に、トリック的な演技で視聴者に強い印象を残す。準レギュラー出演した、ご存知。女ネズミ小僧では町奉行所同心ラモン系。 重労役を前日のオーバーリアクションを交えつつ、各話で心境や様子に工夫する芸の細かさ、芸域の幅広さも見せた。プライベートはベランメイク調の飾らない性質で、頭髪は演技都号でかかわらず、夫人の作成した登山帽を愛用していた。映画や現代劇の出演にはチロリアンハットを身につけることもあった。 1994年3月16日の夜、神奈川県川崎市麻生区の自宅へ帰宅途中、自宅前の横断歩道で、オートバイと接触して、頭部を強打し、入院、6日後の3月22日、脳座症のため横浜市緑区の横浜、新都市脳神経外科病院で請求した。3月23日、家族親族による密葬が行われた後、3月24日、 新聞各紙の知るところとなり、3月25日各紙で、不法が報じられた。4月10日、東映京都撮影所所長、佐藤正夫、葬儀委員長に、川崎市山口大会館で、葬儀、告別式が行われた。59歳没、時代劇その他出演作品現代劇。ありがとうございます。